はい、腰の味ゆうちゃんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は笑顔になれなくなっているあなたに笑顔をお届けする YouTube 整体法についてお教えします。笑顔というのは笑う門には福来たるということで、皆さんね、笑顔は大事だと、絶対笑顔の方がいいということは頭では知っています。知っていますよね。だけどいろんなことが人生起きますし、起きますので、なかなか笑えなくなっているっていうことも多いですよね。で、本当にいろんなことがあって笑えなくなっている人っていると、いらっしゃると思うんですね。で、そういう人に笑った方がいいよとかね、笑顔にしてると楽になるよとか、嘘でもいいから笑ってると人生好転してくるよとかいう方がいらっしゃいます。それはそれで正解ですけれども、それがやっぱり苦しい方っていうのもいらっしゃいます。なんでかっていうと、僕はやっぱり体の専門家なので、笑うということをどういうふうに捉えてるかって言いますと、笑うということも運動なんですよね。笑うということも運動なんですよ。運動かなって考えなくても運動なんですよ。つまり笑うためには、笑うための運動である以上、筋肉を使う必要があります。そして筋肉というのは必ず神経とセットなんですよ。神経の電気信号がいくから筋肉は収縮するわけなんですね。だから笑顔になれるわけなんです。ということは、笑うためには笑うための運動神経というものがあるんですね。サッカーをやるためにはサッカーやるための運動神経がいるし、鉄棒飛び箱をやるときにはそういった諸々の運動神経というものがいりますよね。で、笑うのも一緒なんですよ。笑うためには笑うための運動神経というものが必要なんですね。で、笑えなくなっている人はどうなっているかって言いますと、いろんなことがあって笑えなくなった人というのは、笑うための運動神経が鈍っちゃっている人なんですね。笑うための運動神経が鈍くなっているから笑えないんですね。そういう人に笑った方がいいよっていうのはすごくきついことですよね。例えばテニスをやったことない人にテニスやれとか、サッカーやったことない人にサッカーやったらいいよって言ってるようなもので、できないじゃないですか。それと同じなんですね。もう長年笑っていなかったり、辛いことがあったりして長年笑うということをしていないと、笑うための筋肉はもちろん衰えますけれども、それ以前に笑うための運動神経というものが鈍ってしまって働かなくなるんですね。だから笑えないんです。精神に問題があるから笑えないというよりかは、その笑うための運動神経を使っていないから笑えなくなっているって考えるのが身体論的な考え方なんですね。なので、それを取り戻す必要があって、そういう人も笑った方が物事は好転しやすいし、いいホルモンも出るわけですから、幸せホルモンが出るわけですから、体の調子も良くなっていくわけなんです。そういった人に笑ってもらうにはどうしたらいいかっていうのを僕はほんまに考えまして、そのために出来上がった体操が縦腰体操の中の足の裏ペタジーニ体操なんです。足の裏ペタジーニ体操はめちゃめちゃ簡単な体操で、普通にこうやって座りまして、地に足ついた状態で足の裏を意識して、足の裏ペタジーニーっていうだけの体操なんですよ。めちゃめちゃ簡単でしょ。これはもともとは整体やってて、地に足つかない人が多くてね、特に女性とかつま先立ちになって、マイケル・ジャクソンみたいにね、かかと上げて座ってたりとか、椅子の足に足絡めて座ってたりとか、もちろん足組んでずっと座ってたりとか、で、子供たちもそれを真似してね、足の地に足つかずに椅子に座っていることが多い。で、女性で言いますと足がむくんだり足がつったりとかする人が多い。で、子供たちの場合姿勢がそれによって崩れる。そういった人たちをどうやったら地に足つけてもらうにはどうしたらいいかということで考えたメソッド体操が足の裏ペタジーニ体操なんですね。これは整体院でも教えしていて、例えば膝の痛いおばあちゃんがですね、この足の裏ペタジーニ体操で治った方もいます。ただ足の裏を意識して足の裏ペタジーニっていうだけなんですけどもね、それだけで治りました。それは何でかと言いますと、その方は施術をしたら膝の痛みが取れるんですね。でも次来たらですね、また痛くなってる。で、精通したら治るんだけども、次来たらまた痛くなってるというのを何回か繰り返してたんですね。これは何かあるなと思いまして、お会計の時とか、待ち合いで座ってる時とかよく観察してみたんですよ。そしたらずっと座ってる時にかかとを浮かした状態で、まあ、こんな状態ですね、足だと思ってください。かかとを浮かした状態で座っている時間がほとんど長かったんですよね。で、うちの整体院でそうやってそういう時間が長いということは、家帰ったらもうたくさんの時間、もっとの時間やってるはずなんですよね。だからこれを、この足の裏ペタジーニ体操を教えしたんですね。これを気づいた時にやってくださいと。そしたら1週間も経たないうちに完全に完治しました。それが原因だったわけです。こうやってずっと座ってたらふくらはぎが緊張しますし、膝の周りの筋肉緊張しますよね。それが痛みの原因になっていました。
ました。そういうこともあるので地に足つけるというのは非常に重要になります。しかし地に足をつけようとしますと、これは地に足つけるのが嫌な体の状態になっているので、なかなかそれを達成できない。例えば姿勢が悪い人が姿勢を良くしようとするのはしんどいのと同じで、地に足つけるのが嫌な人はですね、地に足をつけようと意識するだけでしんどいんですね。それをどうにかして楽しくできないかなと思って考えたのがこの足の裏ペタジーニ体操なんですよ。もうほんまに方法は簡単で繰り返しますけれども、足の裏を意識して足の裏ペタジーニっていうだけです。めちゃ簡単でしょ。もうこれだけなんですよ。でこれがなんで笑えなくなってる人に効くかって言いますと、このペタジーニっていうのは元野球選手の名前なんですけども、何かと言います、これは論議対語、オノマトペの合成なんですね。どこで切るかと言いますと、ペタとジーとニーで切ります。ペタというのはペタッとひっつくのペタです。つまり足の裏が地面にペタッとひっつくで、ジーというのはジワーのジーで染み渡る音なんですね。はい。で足の裏が床にペタッとついてジワーと染み渡ってほしい。で力んで足で地面をつかむような感じではなくて、じわっと脱力して足の裏がペタッと地面について床に染み渡るように足を柔らかく床に設置してほしいから足の裏ペタジーなんですけれども、ここで終わってもよかったんですが、足の裏ペタジーって言いますとちょっと怖いんですよね。足の裏ペタジーじーっと見るのジーでもあるの で最後やっぱりにっこり微笑んでほしいからニーを入れたんです。そしたら足の裏ペタジーにペタジーになっちゃったんですね。これ本当に狙ったわけじゃなくて、そうやって考えていったらほんまにペタジーになっちゃったと、奇跡やと思いましたね僕はね。はい、まあ、それをさておいて、だからこのペタジーに体操を教えしていくうちに、整体の現場ではね、体の問題抱えている方もたくさんもちろん来られるんですけども、メンタルですね、精神的にやっぱり辛い状態問題抱えている方っていうのも結構いらっしゃってですね、特にうちは多かったのかもしれないんですが、そういう方もたくさん来られたので、この体操を教えていくうちに本当に良くなる方が、自然と良くなる方が増えてきて、それで分析したらやっぱりこの足の裏ペタジーニーというこの最後のニーですね、ニーって言いますと笑っている時と同じ筋肉を使うんですね。ニーって言うとやってみてください。ニー、そうですよね。ブスッとした顔しながらニーってなかなか言いにくいんです。の裏を意識して足の裏メタジーニーっていうことを言っているだけで、言っているだけで、来る日も来る日も言っているだけで、本人は笑っているつもりなんかはないんですよ。ただ足の裏メタジーニーって言ってるだけなんですね。はい、笑ってるつもりゼロです。笑っている意識はゼロです。だけどもこういう風に足の裏ペタジーニーって言っていると、笑っている時と同じ筋肉を使いますですよね。で笑っている時と同じ筋肉使うっていうことは、笑うための運動神経を日々使い続けるということになります。だから足の裏ペタジーニーって言ってると、笑うための運動神経がだん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 開発されてくるんですね。で笑うための運動神経が開発されちゃうと、締めたもので笑えるようになるんです。つまり笑うための運動神経が発達するから、自然と笑うための筋肉が働いてくるので、自然と笑顔が出るようになって、いろんな心の問題が回復してくるっていうことになるんですね。これは実際僕の治療院でもそういう例がありまして、当時19歳のね男性でしたけれども、心療内科でうつだと診断を受けた方ですけれども、その方がですね、うち来られてもう何もやる気が起きないと、で僕はこの足の裏ペタジーニ体操を教えたんですね。だその彼はですね、先生これだけでええのと言いました。ボソッと。で僕は言いましたね、もうこれだけでいいよと。だってめんどくさいの嫌やろって。なら、できないって言うんですよね。だからもうめんどくさいと思うからこれだけでいいよ。しかも、気づいた時にやるぐらいでいいよっていうことで、それだけお伝えしたんですね。で、1ヶ月後です。その間会ってなかったんですが、1ヶ月後ですね、また来たんですけども、その時が本当びっくりしまして、衝撃受けましてですね、ドア開けるなりです、笑顔でこんにちはです。びっくりしましたね。ガラガラって開ける、ドア開ける時に笑顔でこんにちはって言って入ってきたんですね。もう1ヶ月前と別人になってました。ほんで聞いてみたら、やったそうなんですね、この足の裏ペタジーニ体操を。もうこれならできるから気づいた時にやってたと。ほんだんだんだん楽しくなってきて、どんどんやる回数が増えてきたっていうことなんですね。ほんで気づいたらなんか笑えるようになってて、
でこの理論をお伝えしてませんよ僕、そのちなみにね、その方にお伝えしてないんですけれども、そういう現象が起きてなんか気持ちが楽になったと、でお礼を言いに来てくれたんですね。でもっと他の体操を前向きになってるもんだから体操を知りたいってことで他の立て押し体操を教えしたんですけどね、まあ、そういった実証例もあるぐらいこの足のラペタジーニ体操は本当に強力に作用します。だからもしあなたの周りで笑えなくなってる人がいたらですね、笑えるようになった方が絶対いいわけで、だけど笑った方がいいよっていうのはなかなかその人にとっては酷ですから、きついですから、なのでこの足のラペタジーニ体操を一緒にやってほしいんですよ。で、あなた自身もですね、自分が笑えなくなっている時とか、なんか最近顔笑えてないなっていう時があったらですね、足の裏ペタジーニ体操からやってみることをお勧めしたいと思います。ということで今日はですね、笑顔になれなくなっているあなたが笑顔になれる世界一シンプルな方法についてお伝えしました。ぜひ役立ててみてください。ちなみにね、写真撮るときは足の裏ペタジーニーと言うといいですよ。足の裏ペタジーニーって言うと地に足がしっかりつくので、まず背筋が伸びて姿勢が良くなります。で、地に足しっかりつくと作用反作用の法則がありまして、地に足しっかりつくと背筋が上に向けて伸びますので、頭の位置もスッと上に伸びやすくなります。そうすると顔が小さく見えてニーって笑えて笑顔で写真を撮れますので、ぜひ写真撮るときも役立ててみてください。ちなみに僕たちですね、縦腰のメンバーはですね、足の裏ペタジーニーと言いながら写真を撮るのがもう鉄則になっております。ちなみにハイチーズっていうのは誰が考えたか分かりませんがおかしいですね。ハイチーズっていう顔になりますんでね、はい、笑えないですよね。ぜひ写真撮るときとかも足の裏ペタジーニーとかを役立てていただければ嬉しく思います。はい、ということで今日の話は以上になります。今日の話が何か少しでも面白かったなとか役に立ったなとかありましたら、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それからですね、他にもっとこういった YouTube 整体法とか、体メンタル、そして美容に効く方法ですねを知りたいあなたはですね、腰の王子オンラインサロン YouTube 整体院を毎月オープンしています。これはですね、世界初のオンライン、世界初の YouTube 整体院です。リアル整体院の YouTube 版です。 YouTube の中で、体の問題抱えた方、メンタルに不調がある方、激しく綺麗になりたい方をですね、 YouTube 上でですね、整体を教えしていく、オンライン上で整体を教えして実現していくっていうオンラインの整体院になります。ぜひですね、さらなる方法を知りたい方はこちらに入ってみてください。ということで今日の話は以上になります。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。メルマガ登録、LINE アット登録よろしくお願いいたします。